いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます今回は2015年モデルポルシェマカンターボをご紹介させていただきますまず外装面の状態からですがフロントに飛び石と線傷がありボンネットに飛び石と同じくボンネットに線傷がございますまた フロントガラスに飛び石と運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷があり左フロントのドアパネル部分に線傷と右フロントのドアパネル部分にへこみ傷がございますまた左リアのドアパネル部分に数箇所線傷があり右リアのドアパネル部分に同じく数箇所線傷と左リアのアルミホイルに小さな傷があり 左のリアフェンダーからリアバンパーにかけて線キズがございます。合わせてリアバンパーに数箇所線キズがございます。走行距離に関しましては約2万8000キロ走っているお車です。外装色はジェットブラックメタリック、インテリアはベージュレザーの組み合わせとなっております。市場でも人気の高いポルシェの SUV モデルマカンでございます。こちらのお車は上級グレードのマカンターボでございますので高い走行性能を発揮します。 またスポーツクロのパッケージやポルシェエントリードライブシステムアルパイン製のフリップダウンモニターなどオプションも豊富に装備されておりますヘッドライトにはキセロンのヘッドライトが装備されており夜間走行時も安心してお乗りいただけますエンジンスペックに関しましては3.6リッター V6 のツインターボエンジンが搭載され最高出力は400馬力を発揮しますアルミホイルは純正の19インチのアルミホイルが装着されており キャリパーはレッドキャリパーが装備されておりますので足元までバッチリと決まった1台です。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトは LED が採用されておりデザイン性、視認性ともに優れております。またマフラーに関しましては4本出しのマフラーが装備されておりまます。す。す合わせてててトトトラランンククススペーーののご紹介でで、でオートトランクが装備されておりますので開閉は電動で行っていただけます。 トランク全体、十分な容量確保をしており、このようにスーツケースを収納することが可能です。また、後部座席を倒していただきますと、長い荷物にも対応ができます。続きましてインテリア、ご紹介させていただきます。シートはベージュのレザーシートが採用されております。運転席、助手席ともに、それぞれに使用感がございます。では、エンジンを始動していきます。 ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されておりパドルシフトが備わっておりますので自由自在に変速を楽しみいただけます。またアダプティブクルーズコントロールが装備されておりますので高速走行時も楽々運転していただけます。オプションでスポーツクロノパッケージが装備されておりますのでセンターには専用のクロックが埋め込まれております。ナビゲーションに関しましてはクラリオン製の SD ナビゲーションが装備されており 車内では地デジの視聴も可能ですまたバックギアに入れていただきますとバックカメラが装備されておりますシフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されており走行モードは先端のスイッチにてスポーツモード、スポーツプラスモード2段階での変更が可能ですまたサスペンションに関しましても3段階で切り替えることが可能となっております 続きまして後部座席ご紹介させていただきます後部座席に関しましても若干の使用感がございますマカンでございますのでスペースは広々と加工されておりアルパイン製のフリップダウンモニターが装備されておりますまたスピーカーはボーズ製のスピーカーが装備されておりますので後部座席の方も快適にドライブを楽しみいただけます合わせて気になる車内の匂いですが特におタバコの匂いとはいたしません では今回は2015年モデルポルシェマカンターボをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約2万8000キロ走っているお車です。高い走行性能と実用性を両立したポルシェマカンターボでございます。こちらのお車には400馬力を発揮するエンジンが搭載されており SUV モデルではございますが軽快なスポーツ走行をお楽しみいただけます。また広く加工された室内空間やトランクスペースに加え クラリオン製の SD ナビゲーションやアダプティブクルーズコントロールなどが装備され、街乗りからレジャーまで幅広いシーンでお使いいただける1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろししくお願いいたします。